東京都知事選で3位となった蓮舫元参院議員が10日に当選した小池百合子知事に対して投稿した X 投稿が正午前に消えて閲覧できなくなった。写真、誤爆、蓮舫氏が問題視して引用していた当選祝福投稿、閲覧不能。蓮舫氏は敗者ですが言わせてください。当選直後にこの外交は私の考えではありえません。都民の一人としても、 とても残念です、と記し、ニラッド・後編中駐日イスラエル大使の X 投稿を引用。同大使の投稿は、小池知事とのツーショット写真とともに投稿されたもので、知事当選を祝福し、東京とイスラエルの綱がさらに強化されることを楽しみにしています、と記している。小池知事と大使の2ショット写真は、過去に撮影したものを大使が祝福投稿で使った可能性もあるのではとの指摘も上がった。 蓮舫氏は別投稿で、そのケースでも小池知事が、抗議撤回を要請すべきだと訴えていた。